これやってみようか。これやったことないですね。レッキングクルーのアーケード版ね。おお、すげえ、斬新。というか、全然違うやん、ファミコン版の一面と。あれ？これ、十字キーしかダメやん。ゲームによりけりなんですね。あ、ブラッキーおる。しかもブラッキーはマリオと同じ顔してるし。音楽ないしね。あ、やばい、やられる、やられる、あ。ちょっと待って。いや、斬新やなぁ。アーケード版のレッキングクルーなんてね、やったことないですから。音楽ないんですね、アーケード版って。効果音だけなんですね。これクリアちゃうの？あ、まだあった、これ。あぶね。これクリアちゃうの？クリアしました。はい。始まるときの音楽だけ流れるんですね。しかもこのスパナゴンというかこの敵は追いかけてくるタイプじゃないですね。あの、ナスビ仮面みたいにうろうろしてるだけのタイプですね。あの、このね、スパナゴンってファミコン版だと追いかけてくるんですよね。だから厄介なんですよ、本当は。こいつは追いかけてこないタイプのスパナゴンですね。適当に、なんかね、うろうろしてるだけなんですよ、このスパナゴンは。だから楽ですね。やば、危ね。はい、クリアしました。いや、面白いですね。あ、これボーナスステージ。これはファミコン版と同じですね。あ、しかもこれブラッキーいないんや。一人で全部壊すんや。なるほどね。いや、これは楽でいいなぁ。追いかけてこない、敵が追いかけてこないっていうのはすごいいいですね。もう、ナスビ仮面みたいなもんで、敵はみんな。これ回転壊したらいかんな。あ、壊してもいいか。あそこにあるから。これ壊しても大丈夫や。で、あの、青くなってるやつは裏側にいるんでね、当たっても大丈夫なんですよね。ファミコン版よりもこっちの方が難易度低いんじゃないのかな。そんな気がするけど。はい。低いってことはないかもしれんけどな。はい、もうクリアですよ、もうすぐ。やばいやばい。はい、クリア。面白いですね。しかもなんかマップというかステージの感じが全部似たような面になってますね。その壁の配置が違うだけで全部似たような面ですよね。まだ一気も死んでないですもんね。あ、3発で壊すと壁が出てきた。敵が追っかけてこないっていうのがすげえ楽でいい。ナスビ仮面みたいなもんやから、敵が。おっと、やばい。危なかった、今。あ、やばい。ちょっとやばいな、これ。はい、もう、これだよですね。はいはい。はい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 。はい、クリア。ボーナスステージですね。今度こっち側行こう。
あ、全部壊せた。たまたま。でもこのゲームは3機しかないんですね。ファミコン版のリアキンクルーは5機ありますからね、最初から。あ、やばい、こっち出てきてまうな。大丈夫か。あ、出てきたか、やっぱり。だからこれはこの壁、階段の壁をはしごを壊してしまって、壁のはしごか、壊してしまってリセットを押すようなことにならなくなってるというかね。いや、これ十字キーというか、これアーケードのコントローラーでも全然このゲームはやりやすいですね。ああ、やられた、初めてやられた。こんな音、やられる音が全然違うね、ファミコン版とね。あ、ちょっと待った。よし。クリアしました、これで。あ、一気増えましたね、やられた分が。ファミコン版みたいになんかちょっと頭を使う感じじゃないですね、こっちはね。なんかひたすら壊すだけでいい感じの。あのマップ構成になってますね。すごく分かりやすくていいですね、これ。単純で。で、ハニスの弾来たら反対側に逃げるだけでいいですから、楽でいいですし。ちょっとこういう、敵の数はどんどん増えていくんでしょうけどね。ちょっと開けときゃいいんちゃうの。そうすれば敵が入って、裏側に入ってくれるやろうから。やばい、やばい、あー、今は完全に挟み撃ちされましたね。火の玉とスパナゴに挟み撃ちされましたね、今のはね、完全に。あそこ開けとけばね、あいつ裏に入ってくれると思うんで。まあね、一気やられても続きからできるっていうのがいいですね。はい、クリア。あ、だいぶ壊せたね。あ、色が変わった。斜め。敵がちょっと速くなってるね、スパナゴン、スピードが。やばい、あぶね、危なかった今。紫色のスパナゴンがちょっと速いんですよね。赤いやつが遅いんですよね。それはファミコンと同じです。あー、挟み撃ちされてる。やられた。敵は確かに多くなってるな、斜めまで来てるから。あー、落とされた。いつもブラッキーはいるという状態で。ブラッキーじゃないけどね、見た目は。完全にマリオやけどね。まあ言うたら、ファミコン版で言うルイージみたいなもん。あれ、ルイージかな、ブラッキーじゃなくて。ルイージかもしれんね。ファミコン版のルイージって赤いんですよね。あー、やられた。ファミコン版のルイージってあんな感じだったと思うんですよ。うん。多分、ルイージとマリオのこれ言うたら戦いってことですね。だって VS のレッキングクルーっていうタイトルやから、そういうことかもしれん。マリオとルイージの戦い。ブラッキーがいないのかもしれんね、このゲームはね。このアーケード版はね。危ね。やばい、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 やばい。おお、避けれた。そうそう、火の玉ってね、運が良ければ避けれるときあるんですよ、走はね。今のは運が良かった。もう絶対絶命のときは走る、走ったらたまたま避けられるっていうのにかけるしかないんですよね。火の玉の場合はね。あ、落とされた。
ルイージですね、これ多分。ルイージですよ。ファミコン版のルイージはね、緑じゃないんですよね。ちょっと真っ白。肌の色が白くて、ちょっと赤っぽい、赤っぽいというか、こんな感じの色だったと思うんですよね。ファミコン版のルイージは。これ最後の残機ちゃうの。やばい。おお、危なかったね、今。火の玉に当たってたけど、まあ、あの状態の時は大丈夫なんですよね。あ、やばい、ハサミ撃ち来る。あ、もうこれ突っ込むしかない。おー、また避けれた。あれ、奇跡ですよね。ほんと、たまたまですよ、あれ、避けれるの。避けるタイミングとかわからないですから、ほんと、たまたまですよ、今のね。壊せるだけね、なるべくたくさん壊した方がいいんです、これは。うわぁ、やられた。ゲームオーバーですね。いや、面白かった。まあね、名前つけてもしょうがないんやけどね。一応、僕のイニシャルつけときましょうか。面白かったですね。